まあ、まずは店の内装変えるよね。変えるよね。あ、これはもう全撤去ですよ。まずはまあレイアウト変更からね。あ、レイアウト変更から俺もそれぐらいはしたし、もうこんなね、あのしょうもない、この何もね特徴のないこの配置、これはまずね撤去しないといけませんよ。マジですか。あ、まあ、売り上げは叩いてたかも知らんで。いや当然でしょ、まあ確かにね、話題性がないよね。ああ、それだったらよっぽどトントンの迷路の方がね話題性あったよ。せやな、あれちょっと貴族趣味もあってな。あの西洋の貴族趣味を取り入れたあの伝統のあるコンビニ。今回の俺のねレイアウトのコンセプト、うん、まあ、はい、はいはい、コンセプトあんの。やっぱりこの店で今まででね一番お金を落としてったのって誰だと思う。やっぱり最後のおっさんブース、はい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 、だからやっぱりおっさんに優しい店をね作らないとダメでしょう。ああなるほどね、おっさんに優しい店。なるほどね。はい、まあ、レイアウトはこんな感じでね。なるほどなるほど。あ、で、まあやっぱり方針、あ、方針もやっぱりね夜中ですよね。そう、おっさんに優しい。やっぱり仕事を疲れて帰ってくる時の時間帯ということ。そう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 、で朝の11時までやっぱり働いてる時間はねお酒はあんま良くないですから。だから、帰ってくるのもうちょっと早くない、帰ってくるのもうちょっと早くない。いや朝の、いやいや、夜の7時ぐらいが、まあこんぐらいが朝の11時やったら絶対帰ってますやん。まあ利益はね、やっぱりね、おっさんの財布に優しくしようと思って。なるほど、うん、下げていこうという。え、ちょっと待って、何パーオフにすんだよ、お前。売り上げ下がるやんけ、お前。20パーオフでいきます。素晴らしい。素晴らしい。今の、な、やっぱ、お財布事情に厳しい、リーマンたちに。あとだよ、やっぱりね、おっさんのね、気持ちがね、わかる、やつをね、やっぱり、雇わなきゃいけないですよ。いやいや、いや、おっさんの気持ちは、いや、おっさんは若い子と喋りたいやろ、お前。34歳と、おう、40歳のね、南田洋二。洋二とおっさんね。洋二と達也をね、ちょっと雇っていこうかなと思います。いや、待て待て待て。なかなかステータスは優秀やったね。優秀やった。いやいや、おっさんの優しい店やからこそ、お前、女の子 OK よ。そんなもん風俗行けやん。ここに来たときは、さあ、情じゃなくて親身に喋ってくれる、うん、店員が欲しい。おっさん、おっさん、親身に喋ってくれる。ほらほらほら、おっさん来たで。タバコ買って帰ってるやないか。あれ、上の方でなんかすごいチラッと見て、あ、帰ってきましたね。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 あ、でもリーマンにはちょっとやっぱり、リーマンにはね、いや、リーマンもタバコ買ってるだけやんか。すごいよな、あの店の中見るまで。ジョータロー来た、ジョータロー。ジョータロー、あ、わかんぞ、タバコ買ったら。ジョータロー買ってないわ。帰った2000円って。やっぱり、あ、まあ、反則でね、はい、宣伝もしときましょう。なるほど。しっかり宣伝もしてね。こんな店、宣伝いらんやろ。いや、確かに、疲れたおっさんに優しい店。そう。っていうね。テレビにも出るからね。ね。うん、で、とりあえず自販機はみんな固まっていく。いや、とりあえずお前さ、おっさんに優しい店なかったけど、酒のつまみ置けよ、おでんが。あるやん、おでんがあるやんか。肉もお前置いたら、あそこにジャーキーとかある。そうやろ、お前あれこ、手届かへんやつやん、それ。おっさん手やし、そんな長ないぞ、お前、たぶん。すごい。大正義おでんですから。すごい、見てみよ、お前。店員も一切動かへん。おっさん、誰も誰もこういうとこまでおっさんに優しくなってる。店員のおっさんにね。おじいちゃんとばあちゃん戸惑ってるぞ。じいちゃんばあちゃん戸惑ってるぞ。あれ、私文房具とか買いに来たのに。おかしいな。誰も店舗入らない。すげえ。しかも営業時間が朝11時までやから。もう昼間とか入って誰も来ない。おいおい、3000円はやばいやろ。いやいや、まだまだ夜の分ありますから。そうそうそう、夜7時からまた開店しますから。あー、そう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 。多分とんでもない売り上げなんやろうな。もう、あ、でも言うてる間にもうあれか、もうすぐ開店、あと2時間じゃあ3時間ほどか。もう店員ももう完璧に休めてるからな。すごい、もう店員も今あれやな、今までちょっといろいろ忙しかった、あ、今日めっちゃ楽やわ。あ、オーナーさんに感謝しようって言ってるで今。
お、あ、来た来たラジオ。あ、こんな店の宣伝活動いらんもん。これで多分最後のおっさん100人ぐらい来る。そうやで。しかもお前おっさんに優しく言うとおっさん来てないやん。おっさん夜からやもん。夜からやもん。おっさん夜からやから。おっさんそんな昼間に来るわけない。あ、まあそうか、そうやで。こっからが勝負ってことか。そうそう、おっさんは昼に来るはずがない。あー、なるほどね。むしろ今の時間からこそおっさんが来る。そうそうそう、おっさん狙ってるからな。あ、ちょっとこれから様子を見てみようと。そうそう、多分相手も多分おっさんの前に多分いろんな人が帰っていくんやろうな。お、あ、テレビ、テレビ、あ、リーマンが、リーマンが、リーマンが来て、リーマンが来て、で、あー、タバコを買う、ね、そして、あと下の女性は戸惑っている。上の子供は帰っていく。お、あ、あ、あ、入るんじゃん、入るんじゃん。お、ついに店内に、店内に来たー。で下の、あ、下のリーマンは戸惑いながらも、あ、店内へ足を進める。あ、あ、さやかったね、今。お、酒かな、酒やな、酒かな。し、お、いらっしゃいませ。あ、いいね。そして、おっと、リーマン以外がコンビニに足を進めない。お、でも見てください、やはりお酒の、お酒、やはりお酒やね。リーマンは帰りにお酒を買って帰る。ほら、あそこの酒だけ異様に売れる。あ、多分な、ビールやと思う。ビールやな。多分あそこ、なんやろな、ちょっと銘柄は控えさせてもらうけど、多分ビールやと思うで。ビールやな。うん。いや、お前絶対これおかしいやろ。お、来たで、資本源。来た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 。お、二人来た、二人来た。狙いどこやで。狙いどこの、お、三人目。お、三人目、ほら見てみて。お、全然ブースト上がらへんやん。酒が、枯れる。お、酒が枯れる。あれ、ちょっとな、大丈夫、あの子、あの帽子かぶってる子大丈夫、最後まで。あれ、あれ、あ、あ、あ、見せるんじゃないか。あれ、ちょっとあれ、つまみ出しておかへんちゃうか。ちょっともう買ってるやん。あ、買っちゃった。大学生。あ、まあ、許される。そうやな。ただもしかしたら19の可能性あったけどな。ここ20金やからな。あ、ちょっと年齢確認ちゃんとした方がいいで。あ、見て、まだおっさんはやっぱり夜中には来る。来る来る。ほら、もう夜中におっさんの群れが来てる。ふう。あ、いいよいいよ。あ、おっさんめっちゃ来てる。おっさん来てる。51歳童貞もレジに入る。ほら見てみ、やっぱおっさんは分かってくれる。おっさんは来てくれる。やっぱ定価クッソ安い分売り上げ全然伸びひん。2万200しかない。